前回運賃表示器をつけてよりバスっぽくなった軽トラキャンピングカー、今回も引き続きバスらしさアップの作業をしていきます。バスといったら方向幕、バスの前面についていて行き先を示すあれですよね。それとバス停も欲しいところ、積んで持ち運べるちょっと小さなバス停も作ってみました。そんな作業の様子をお届けします。ウシンチャンネル始まるよ。はい、本日はね、ここに行き先表示板を作っていきたいと思いますね。やっぱりバスにとって行き先表示板はすごく大事ですよね。で、まあせっかく作るんで、まああの隣のトトロずっとやってきたので、隣のトトロ風にね作っていこうと思います。まあ正直ね、配色とかはやっぱ同じにはいかないんですけども、まあ、なるべく雰囲気が出るようにということでやりましょう。少し丸みを、こんな感じ、ちょっと丸だもんね。こんな感じです。ちょっと丸っぽいよね。これ誰のだろう。このネズミの電気みたいなのも本当は作りたいんだけど、桜色、これを使っていきたいと思います。おお、だいぶピンクだな。春っぽい、春っぽい。いいですね。あ、いいな、春っぽいな。はい、乾きましたね。乾いたら、よいしょ、枠の部分をね茶色で塗っていきたいと思います。フリーハンドで。はい、行き先はですね、杉しようと思います。あとこのアクリルペイントですね。看板屋さんってあのトラックの文字とか一発で筆で書いていくんですよね。すごいですよね。よし、いいじゃないですか。ちょっと右にずれたか。まあ、いいですよね。はい、じゃあ完成した巣をね、取り付けていこうと思います。両面テープ。まあ、これはあのただ単純にネジを入れるための固定用です。木工用ボンドで貼ろうかなとも思ったんですけど、取れないと困る。うわ、巣なんで巣なの。隣のトトロで猫バス、こう頭のところの行き先メイとかって書いてあるんですが、最後ね巣になるんですよ。ネジ4本ぐらいで止めとけばいいかなと思います。余ってた材料でバス停を作っていきたいと思います。厳しいかな。
時刻表がつくとかね、これも同じ色塗っていきます。柱とかと一緒です。100均で買った、アクリルペイントアースホワイトですね。100円です。はい、乾いたので塗装しようと思います。まずは33だから11。いいね。そしたらここを塗りましょう。で、今回買ってきたのはこちらダイソーブルーラッカースプレー。2本買ってきたけど1本でいけそうだね。今日は暖かいな。乾いたね。じゃあ剥がしてみましょう。やべ、なんかこうなってる。うわー、うわー、あー、ここ失敗した。あー、ここもこうなってる。なんでだろう。うわー、こっちはいいね。こっちの2箇所だな。あ、でもいいでしょうね、なんとなくは、ね、ちょっと修正。キツツキの音する。カカ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 。攻めすぎないようにしよう。垂れちゃった。よいしょ。やべえ、きつい。うまく描けるかな。よし、あんまりやりすぎるとしくじるかもしれないからね。合わせていきたいと思います。まずはここだよね。こんな感じだね。うん、
そしたらね、これ時刻表、上から水性ペンで書けば、パーツクリーナーで消せるようになってあります。しかも、水が入らないように防水もしています。本当はラミネートをしたかったんですけど、ちょっとラミネートの機械がないので、よいしょ、ここでいいよね、だいたい真ん中、よし、オッケー、足、こういうふうにつけた、うん、オッケー、よし、どうですか、できました。あ、ちょっともっと上だよね。この位置上だよね。ちょっとバランスが悪い、作り直しましょう。こうだね、OKOK。 サイズはね、実物よりだいぶ小さいですけど、まあ、あの積んで歩かないといけないので、あのリアルな大きさだと多分ね、大きすぎるんですよ、うん、なんとか交通とか書いてあるっけ。バス停そこにあるから見てくればいいんだけどね、うん、よし、 OK です。